アロニソス、村島の浜辺アロニソス島は、エーゲ海にあるギリシャの島。スキアトス島やスコペロス島と同じスポラデスの北部に位置する。そのうち、スコペロス島からは東に3キロメートルの地点にある。アロニソスという地名は島や村だけでなく、自治体の名前でもある。アロニソスの村は、島の南部に位置しており、地元では、チョラと呼ばれている。主要な港は、 南東部のパキティリにある。パキティリの港は、ボロス、アゲオス、コンスタンティノス、テッサロニキといったギリシャ本土の町や、スキアトス島、スコペロス島、スキロス島との間で、フェリーや水中浴船が就航している。島の南端にある湾もアロニソス湾と呼ばれている。島の村は、中世から19世紀にかけて、チリオドロミアやリアドロミア、ヘリオドロミアなどと呼ばれていた。また、 古代には、イコス・エボニモスと呼ばれていた。島の幅は、北西から南東にかけてが 4.5km、南西から北東にかけてが 20km あり、石灰でほとんど形作られている。ギリシャ本島のマグニシア県からは、東、エビ島からは北東、スキロス島からは北西にある。一本の幹線道路が島の西側にある3つの村を結んでいるほか、 数本の道路が島を縦断しているが使われていない。農業が盛んな島では、主に混合農業や、ぶどう栽培が行われている。主要な農産物として、アーモンド、ぶどう、イチジク、オリーブが挙げられる。また、頭皮が島中至るところに植えられている。一方、島には、漁師も多く、観光業も重要な産業になっている。村には1965年まで、 主婦の周りを石壁で林家同士がつながっている伝統的な住居が取り囲んでいた。敵や海賊から村を守る小さな砦の役割を果たしていたが、1965年の大地震で壊滅的な被害を受けた。そのため多くの住民はアロニソス村ではなくパキティリに移り住んだ。しかし、最近になって伝統住居は観光用に復元され、アロニソス村は、 以前のような活気を取り戻している。島を取り囲む浜辺はすべて砂利になっている。そのうち北側の浜辺は生態系の状態が良く、地中海門クアザラシが多数生息しているため、それらアザラシなどを守るため1992年にアロニソスマリンパークとして自然公園に指定された。自治体としてのアロニソスには周辺のいくつかの島も含まれており、 その島の中には少なからず人が住んでいるものもある。自治体としてのアロニソスの面積は129.607平方キロメートル。で、2001年の国勢調査では2700人が住んでいる。そのうち28人はアロニソス島以外の島に住んでいる。ありがとうございます。